クエーカー、クエーカー、クエーカーは、キリスト教プロテスタントの一派である、キリスト友会、キリスト友会、レディジェスソサエティー・オブ・フレンズ、フレンド派共に対する一般的な呼称である。友会は、17世紀にイングランドで設立された宗教団体である。ピューリタン革命の中で発生した宗派で、教会の制度化、儀式化に反対し、霊的体験を重んじる。 この葉の人々が神秘体験にあって、身を震わせる、クエイクことからクエイカー、震える人と、俗称されるようになった。会員自身はこの言葉を使わずに、トモカイト、フレンズと自称している。クエイカーという名称は、創始者、ジョージ・フォックスに対してハンジが使った言葉に由来する。キリストトモカイ、誘拐は、一般にクエイカー、またはトモカイトとして知られ、 17世紀にイングランドで作られた宗教団体である。クエーカーは平和協会の一つとされ、世界各地に集会がある。イングランドで始まり、クエーカーの教義は、主にアメリカ合衆国、ケニア、ボリビアといった国々に広まっていった。クエーカー教徒が集中しているアメリカ合衆国東部、ペンシルベニア州フィラデルフィアのようなところがあるが、相対的に信者の数は少ない。 全世界で約60万人、内北米約12万、英国約4万。ともには全信者に向けた経典や正式な競技過剰のようなものはないが、信者間にある一定範囲の協議的な合意は見られる。最も中心にある考えは内なる光である。この内なる光は、それぞれの信者に力を導き、数通りの方法で理解されているものであるが、 教団内の様々な分派に受け入れられている。内なる光の信仰は、証言、ウィットネス、信仰的証の意と呼ぶいくつかの主要概念の発展につながっている。証言には平和、男女、民族の平等、質素な生活、個人が誠実であり続けることなどがある。詳細は下記に述べる通りである。多くの宗教団体同様、 現在のキリスト友会は、進化や変異、分裂を経ていくつかの分派に分かれている。イギリスでは、友会の歴史を通じて、高度の組織的な結合が見られる。各地の友会の集会は、準備集会と呼ばれている。数カ所で、活会が行われ、その月会で月例の事務会が行われる。全国のガ会の代表者によって、年に一度、年会が開かれる。 また一年を通して、社会活動などの年会の仕事を遂行する受難のための集会、ミーティング・フォー・サフェーリングが常時活動執行部の役割をしていい。これはもともと迫害期に習慣された信徒の残された家族の構成を守るために作られた委員会であるが、現在まで存続し、事実上米国のフレンズ法師団に相当する活動をしている。アメリカ合衆国の友会は、 イギリス以上に細分化されているが、依然共通点が多い。礼拝の形態には2種類あり、礼拝式次第、プログラムのある集会、プログラムドミーティングスとない集会、沈黙会、アンプログラムドミーティングの2つがある。このような違いは、米国におけるともかい歴史的文化に由来している。プログラムのない集会、静粛集会の方の最小単位は、集会、ミーティング、または、 月会、マンスリーミーティングと呼ばれ、通常日曜日ごとの礼拝を行っている。こうした集会は、礼拝に決められた礼典の次第がないため、プログラムなしと呼ばれている。誰かが語り始めるまで沈黙を保つことになっている。聖職者はいないが、様々な委員会や役職が、多周派では、聖職者が行うような重要な役割を果たすことが可能である。こうした人々は、 牧会監督会、牧会評議会、集会初期、長老、重心会友、ウェイティフレンズと呼ばれることが多い。通常初期は、聖職者に相当する管理業務をこなせる人が任命される。数カ所の月会は、季節会と呼ばれる地域会合を形成し、さらに、通常年会と呼ばれる大きな会合を形成する。プログラムのある会派は、友会と協会、 フレンズ・チャーチと呼ばれることが多い。通常牧師を置いているが、いわゆるアンシュレイを受けた聖職者でなく、平身との巻き替え担当者であるが、正式の巻き替え、神学教育を受けている場合が多い。ちなみに、クエイカーの神学校は、インディアナのアーラム・カレッジにある、アーラム神学校、アールム・スクール・オブ・レリジョンである。牧師の仕事は、礼拝の信仰と賛美歌、礼拝、説教。 巻き替えカウンセリングなどである。プロテスタント教会に似ているが、多くは沈黙の時間のプログラムなしの方式を一部取り入れている。プログラムのあるクエーカー教会は、プロテスタントの主流派に類似しているが、多くのクエーカーは、自分たちの教義をプロテスタントでもカトリックでもなく、キリスト教第三の道と考えている。現在のクエーカーの信仰は幅広く、信者の中には、 キリスト教徒を自認している者から、無神論的傾向、ノンシスティックを持つ者など様々であるが、少なくとも北米、英国では大多数が、キリスト教の中もリベラルな傾向を持っている。友海との集会には、上記の中間のような会合もある。初期のクエーカーにつけられた様々な故障は、今でも言及されることがある。例として、初期のクエーカーは自らを、 廃墟の時代の後の真のキリスト教会を回復するものと考えていた。そのため、この時期自らを単に聖者、または光の子と呼んでいた。もう一つの公の名称は真理の友であり、真の状態を示す、内なる光として、初期のクエーカーの競技の中心点を反映していた。クエーカーという名称は、ジョージ・フォックス氏がダービーのベネット判事に、 神明暴徳罪で裁かれた1650年に初めて使われた。フォックスの手記によると、ベネットは私たちが神の言葉で我が身を震わせたゆえに、クエーカーと呼んだ。ここでフォックスは神の言葉でキリストを表そうとしている。確かに初期の友会は、会合で体を震わせ振動させ、聖書に現れる現象である、振動を守ることに多くの論説を割いている。会員には、 ホックスを含めてこの呼び名を嫌がる人がいるが、それにもかかわらず、定着し始めた。光の子供たちとして知られるようになる1654年のレスターシャーの会合の後に明らかに試みられたが、定着しなかった。キリストともかい、レリジェスソサエティー・オブ・フレンズは、大分語の18世紀に使われるようになる。この名は、式名称として残っているが、ちなみに、クエーカーは、 明確にするためによく付け加えれている。会員には、レリジェスという言葉に反対して、フレンド界、ソサイティオブ・フレンズを名乗る人もいる。年会のような最大のクエーカー組織では、キリストとも会を使うものの、この理由から、ガツ会では、レリジェスを使わないところも多い。クエーカーの活動は、1650年代初めに、イングランドで始まった。ジョージ・フォックスが、創始者で、 初期の少なくとも最も重要な役割を果たしたと考えられる。活動が拡大すると反対と迫害を受け始めた。クエーカーはイギリスの島々だけでなく植民地でも投獄され、殴打された。マサチューセッツ湾では信仰を捨てなかったために処刑されたクエーエーもいる。最も有名なのはメアリダヤーである。ペンシルベニア州はウィリアム・ペンが クエーカーが安全に暮らし信仰を守れる安住の地として作り上げた。迫害にもかかわらず、活動は急速に強く結びついた組織に成長した。19世紀、イギリスでは全体として結びつきが依然強かったとはいえ、アイルランドとアメリカ合衆国の友会とは分裂していった。1827年。 エリアス・ヒックスは普遍的救済の進行を提唱したため追放された。が、翌年ヒックスに共感する多くの友会とが年会に類似した会合を開いて分派していったヒックス派というヒックスに従わなかったクエーカーは正統派と呼ばれている。アメリカの正統派はイングランドのとロードアイランド州のの大陸をまたいだ論争に明け暮れた。ガーニーは 聖書の権威を強調し、他のキリスト教団と密接に活動することを好んだ。反対にウィルバーは、第一に、聖霊、例えば、内なる、光の権威を守ろうとし、聖職者が聖霊に導かれるともの伝統を弱体化していると考えた。ウィルバーは1842年に神門により、年会から追放された。続く数十年。 ウィルバー派とガーニー派が多数現れた。ジョエル・ビーンは自分の仲間たちに忍び寄る過激な福音主義に反対する正当派であった。アメリカ合衆国西部に新しいクエーカーの組織を結成した。ビーイン派ーるは独立派は普遍的キリスト中心主義を掲げるヒック派とウィルバー派を合わせたものに似ている。フォックスたち初期のクエーカー言動詞はべての人に 神父、牧師や生産による取り継ぎがなくても神が現れると信じていた。フォックスは手記にキリストは人々を導き賜うために使わされた印だ。ともかはよく神はすべての人に現れる、内なる光、内なるキリスト、内なるキリストの精霊などの多くの言葉で言い表してきた。友会は皆が神の具現を拒んでいると信じているから、 クエーカーの道の多くは、内なる指導が語ることを聞くことに重点が置かれている。アイザック・ペニントンは1670年に記している。キリストの声を聞き、書いたものを読んでも十分ではないが、私の根本、生活、起源をキリストに感じるには十分である。クエーカーの信仰はよく神秘主義と言われるが、二つの理由から他の神秘主義とは異なっている。 まず、クエーカーの神秘論は、主として個人により集団を対象にしている。プログラムなしのクエーカーの集会は、集団神秘主義が現れる場所、すなわち参加者全員が共に、精霊の声に耳を傾ける場であと考えられている。次に、クエーカーの神秘主義は、直接外部に現れることを強調する。この世から逃避するのではなく、クエーカーの神秘論は、 個人の神秘主義をこの世における現実の行動に転化する。行動は次々とさらに大きな精神的な理解に全体として個人と集会で導いていく。クエーカーは導きとして特別な行動を取る精霊の呼びかけに言及する。ジョン・ウィールマンはこの場合、奴隷廃止運動個人や集団がどのように世界をあまねく良い方向に変えて行けるかの一例である。この過程で 精霊は、新しい方法で自身を表し、集団の神秘主義を示している。初期の友会は、キリストは、神の言葉、聖書ではないであると信じていて、例えば、ロバート・バークレーによると、聖書の言葉は、泉の告白であって、泉そのものでなく、従って、あらゆる真理と知識の根源をなすものでも未だ、信仰と礼法の十分な基本型と考えるべきでは、ない。弁証 しかし、初期の友会はキリストは聖書を否定する方法で導くことは決してないだろうと信じ、聖書を作ることは数多くの論争を引き起こす精霊に対し今日よりも見下していた。後に聖書が教えていると思われることと友会が精霊にどのように導かれていると信じるかという論争が起こり始めた。友会とにこうした論争で聖書は 真すべきものであり、事実上精霊が決して聖書と相反する方向に導くことは決してないだろうとする初期の友会との明白な信仰をなすと決定する者がいた。例えば1887年のリッチモンド宣言はその他のことに触れて聖書と相反するいかなる行為も精霊が直接導く場合でも単なる妄想と思わなければならないと宣言した。 教福音派ともとは、聖書は、信ずべきもので、個人的な指導は、教義と矛盾するなら相入れないものであると信じている。別のともとは、一部は、リベラルプロテスタンティズムのような運動の功用で、事実聖書と相反する方法で導くことは可能で、そのような場合、聖書の言葉が方向を示してくれると考えた。依然として、他のともとは聖書を完全に拒否し、 あるいは無視し始め、そのために多くの容認派の友会と、大抵は非プログラム派にキリスト教徒でない友イトが出現することとなる。しかしながら、ほとんど全ての現代の友会とが、内なる光に継続的に導かれる必要を信じている。従って、神の啓示は、聖書に制約されず、今日でさえ続いていて、この教義は、継続的啓示。 として知られている。この解釈から証言、または信仰的証として知られることになる共通の信仰形態が出現した。詳細は証言を参照のこと。クエーカーは信仰過剰のない宗教である。ジョージ・フォックスは信学者を観念論者として追放し、現代のクエーカーは他の多くの宗派より信学について 頭を痛めることは少ない。このことが、友会との間に、原理主義から新世代の普遍主義まで幅広い、進学理解を可能にしている。クエーカーは、終末より、現世に忠実であろうとする。友会は、精霊の声がある時点で完結してしまうことは、不可能で、歴史が示すように神の啓示が続いていると、考えている。形式的な競技は、 さらなる進展の障害となるものである。初期の友会とは、申請が個人の生活の生活全般が神聖である全てに現れると考え、どんな特別な儀式や生産式を行うことも必要ないと信じた。そのため、入会の儀式として洗礼は行わなかったし、礼拝の方法は、正当派のキリスト教徒からは異端とみなされた。友会ともどんな食べ物も、 生産式を行えることは信じている。クエーカーの生活で多く見られる通り、質素な生活を実践することは、時を越えて行われてきたが、クエーカーの思想を形作る基本となっている。こうした基本は、現在質素、平等、誠実の証言となっている。友会とは話をするときと同様に福と外見に、質素を実践している。 クエーカーは三つの関心事、カビを求める巨へと優越、最新の衣装を着ようとする、芸合、流行を追い求め装飾品に金を使う浪費を避ける、ことと呼んで無地の服を着ていた。ある時代には、この失踪を実践することで、容易にともカイトを区別することができた。多くの人は、今も、クエーカーというと男性は、唾の広い帽子にネズミ色か茶色の服、女性は、 無地の服とボンネットを連想する。こうした明確な実践は、今日では、ほとんどのクエーカーが行っていないが、基本はまさしく、今まで同理クエーカーには重要であり、ほとんどの友会とは、新しい方法で日々暮らしている。質素に話すことは、また別の関心事、正直に身分差別することなく異教の名残のないよう真実を、話すことと呼んでいる。こうした、基本姿勢は、 先生の言葉を並べ立てるよりも明言し、ねぎらず、損傷の使用を避けて二人称代名詞を使い、月の名前、ジャニュアリーなど、や、通常の曜日の名称を使わず、番号を使って実践した、例えば、日曜日と言わず、第1日というなど。クエーカーの平等主義については平等の証言を参照のこと。初期のクエーカーの思想は、当時としては驚くべき。 男女平等を信じるなど強い内面的な平等主義の思想があった。男女は礼拝で語るのに対等の権限が保障されていた。ジョージ・フォックスの妻、マーガレット・フェルは夫のようにクエーカー運動の初期には冊子を数冊発行する声であり学者であった。現代の友イトが受け継ぐ特徴に役職と地位を否定する点がある。例えば、インディアナ州リッチモンド。 のクエーカーの大学アーラム大学で教授と理事は教授や博士をつけずに学生から個人名で呼ばれている。子供たちもクエーカーの間では大人を名前で呼ぶことが広く行われている。この節については誠実の証明を参照のこと。初期の友会とは人間の扱い方がイエスの言葉の要点と考えていた。 他人と正直に接することが嘘を吐かないことよりもっと意味のあることだと感じていた。友会とは今も使う言葉に全く嘘偽りがなくても他人を欺かないということは大事なことではないと考えている。初期の友会とは誰かが常に事実を述べると信じて法廷でさえ先生を拒み先生は別の方法で行おうとした。無事の服装と喋り方の実践は 変わった人たちとして知らしめているが、現代のクエーカーは、ほとんどの場合以上と喋り方は、他の人と変わらなくなっている。クエーカーの言葉遣いとして、有名なものは、単数に認証として、U ではなく図を、所有格、隋、在院、目的格図、日本語を分けすると、何字を使うというものである。もともと、これらの表現はドイツ語の新章に認証単数、DU と、 同期限で、古英語や中英語では盛んに使われていたが、例えば、シェイクスピアの儀曲では、図をが盛んに使われる。その後の英語の発展の中でもともとはに、認証複数であり、単数型としては、継承として使われていた優雅に認証を一般で使われるようになったため、図をは、一般的には、廃れていたのに対し、クエーカー教徒は平等主義の立場から新章である。 図を使い続けてきたというわけだ。とはいえ、現代では、もはや非クエイカー教徒にとっては、図をが、個々の響きしか持たないことから、現代では、クエイカー教徒も、低クエイカー教徒と喋る場合には、言を一般的に、使っている。クエイカーの証言は、信仰の伝統的な表明方法である。証言は、公に文書化されていないが、クエイカーの神と世界との接し方の共通の、 中大成と言える。証言は相互に関係があるので、一度に簡単に成立できるものではなく、趣味一貫している。歴史的に見ると、すべて、トモカイトが、すべての証言に同時に一致したわけではない。例えば、トモカイトは初めて、アメリカ合衆国の奴隷制に反対した人々の一部だが、1773年に、ジャーマンタウンのが使いたいを議決した記録があるが、 多くの友会とはその後も奴隷を保有し続けた。証言の内容は増えているとはいえ、クエーカーテスタモニツリーフレット、英文を参照のこと、友会との協議同様に一般に受け入れられているのは、次の通りである。平和主義は、最も静かな証言で、友会との証言としても一番よく知られている。暴力は常に誤りであるという信念は、今日も認められていて、 多くの良心的兵役拒否者、非暴力の提唱者、反戦活動家は、友会とである。平和主義ゆえにたびたび友会は、歴史上平和協会の一つとみなされてきた。1947年、ノーベル平和賞を受賞し、アメリカフレンズ奉仕団とイギリスのフレンズ協議会が、受け取った。日本では、良心的軍事非拒否の会を結成し、 軍事費分の税金支払いを拒否した石川、石谷康、石谷、進む、1931年から2002年、教育学者、厚生大学名誉教授らが知られる。真実の証言でも知られる、誠実の証明の個人の生活の中心に神として、現れ、神以外の者、所有物や他人からの尊敬、権利や、その他の者の信仰を否定している。 トモカイトにとって誠実であることは、他のことをしたい挑戦と衝動があっても、精霊の導きに従うことを選択することである。この証言はヒカイトとの関係で正直で公平であることをトモカイトに求めてきた。トモカイトが寄与することでヒカイトに適切な信用を与えその行動に対して責任を持つことでもあった。トモカイトは、すべての人は、 神から見て平等に作られていると考えている。すべての人は同じ神の一撃でできているから、平等に扱われる価値がある。友会とは重要な役職に女性を、初めて付け女性の権利を向上させた人々であり、奴隷制反対の運動を指導し、初めて精神描写と囚人に人間的な扱いを行った人々の一員であった。ともとにとって失踪であることは、一般に、 物の所有と関連し、地味の意味であることも珍しくなかった。トモカイとは、伝統的に贅沢をするより生活に必要なものの、所有に制限を加えてきた。最近では、この証明は、生態系にも広がりを見せることも多く、地球資源は公平に分け、それ以上は使うべきではないとしている。トモカイとにとって、礼拝とは、日曜ごとの普段の礼拝だけでなく、 月例の事務会、結婚、葬儀など、教会の機能はすべて礼拝の形式で行う。クエーカーの礼拝は、プログラムされたものと、プログラムされていないものの二つが主なものとなる。プログラムされていない形式は、トモカイトにとって、伝統的な形式であり、イギリス、アイルランド、オーストラリア、ニュージーランド、カナダ、日本などで今も行われている。プログラムされていない形式では、 友会とは、神の言葉を共に、期待して待つ時間となる。会とは沈黙して待つ。数とが集まった信徒と神の言葉を共有できると、感じたら、立ち上がり、共有する、その人が、神職になる。伝統的に神の言葉、証明、神職、演説は、用意されていないもので、友会とは、神のものであれ、個人のものであれ、会員の間では、 霊感の源を解き放つと言われている。字に会合は静かなまま終わり、時に数人が話し出すこともある。か話。か話は、聖書朗読や証、賛美歌歌唱、無伴奏など様々である。話の内容は参加者がどのように感じるかとは無関係である。通常礼拝は1時間程度で終わる。集まる人によって長短はあるが、 プログラムされていない形式の礼拝は、最初に入室したカイトが座り、他のカイトが静かに入室するとすぐに始まるとされている。礼拝は事前に決められた当番、通常は長老が近隣の人と握手して終わりになる。カズトが通常集会初期が立ち上がりたの人と挨拶を交わした後、参加者全員が近隣の人と握手をする。 多くの集会ではその後でコーヒーか紅茶が出され、友人や訪問者と交わりを喋りをする時間が設けられる。プログラムのある形式は、19世紀のアメリカで自然崇拝の機運が再興した時期に、クエーカーに改修した人々のために始められた。友会と教会の礼拝は、アメリカのプロテスタントの形式に似ている。決まって、聖書の朗読と賛美歌、牧師の説教がある。 イギリスと英連邦国、カナダオーストラリアなどとアメリカ合衆国東北区以外のほとんどの友会とはこの形式で礼拝している場合が多いようである。集会によってはプログラムされた形式に準じた礼拝を行うところもあり、プログラムされていない形式に賛美歌と聖書朗読のような要素を取り入れている。違う形式の礼拝があることは アメリカ合衆国のクエーカーに、静粛礼拝は、リベラル、プログラム派は、保守的という進学上の対立をもたらしているとはいえ、厳密に分けられるものではない。イギリスでは、アメリカ合衆国のような分裂はなかったのに、プログラムされていない形式が続いている。その結果、イギリスの年会にはさらに幅広い信仰理解の多様性が見られる。 クエーカーの結婚を参照のこと、夫婦が結婚を決める、友会との会合は、伝統的に結婚の意思表示をする場になっている。友会との伝統的な結婚式は、他の礼拝と似た形式で行い、人も会とから見ると非常に異質な点が多くある。クエーカーの結婚式は、礼拝と同じ作法で行われる、つまり、式を取り仕切り結婚を認める神父や上級者はいない。 新道新婦は今も昔も神と人間が見つめる前で結婚する。地域ごとの業務の決定は月々の業務関係礼拝会、または単に業務会合で行われている。業務のための会合は礼拝の形式であり、決定事項は全て聖霊の導きにより調和している、ゆえにやれる調和、または会合の合理性という。議決はしない。 その代わりに、業務会合は、教団のために神が意図するところを得ようとする。会合の参加者は、各自の中で神の意思を聞こうとし、導きがあれば、回収と分かち合おうとする。それぞれが、他人の貢献に注意深く、耳を傾ける。全員が、前進したと感じれば決定がなされる。時折問題点を保留する、ともカイトがいるが、こうした、カイトは、 全体の調和に組みしないが、グループの決定に反対するわけではない。他にも何人かが依然反対していても調和に達する可能性があるが、反対意見も考慮されて、会合は進み、会合の意義は明らかである。友会との業務は実務的ではないように感じる。手順は失敗と地帯ではあっても、できる限りうまくやっている。 決定がなされるまでに問題点は全て明らかになり、教団は決定の準備が完了する。会合で決めるということは、極端に違う決定があっても、350年以上、キリストと会の中核を成してきた。クエーカー式の決定は、近年世俗社会で用いられるようになってきた。合意形成、お参照のこと。クエーカーの葬儀も、礼拝の形式で行う。 友会とは、礼拝に集まり、個人の思い出を語り合う。特に参列者が多いと、葬儀は1時間以上かかることが多い。葬儀ではクエーカーナリの方法で個人の思い出となるものが配られ、大抵は、ほとんどの人へのお別れの品になる。家族は、墓碑鳴の質素に関係ある証明を、多くの集会に参加して、再確認する。 世界で、友会との手で学校が多く作られている。そのような学校の一覧は、お参照のこと。全国あるいは地域ごとの組織は、年次会合と呼ばれている。詳しくは、お参照のこと。いくつかの年次会合はさらに大きな組織、友会と総会、FGC、友会と連合会議、FUM、国際福音友会とイ、e、f i の3長老会に属している。 各団体はアメリカ合衆国で最大の組織である。FGC は最もリベラルな解釈を取る団体だが e f i は最も保守的な団体である。フム、UM、は3つの中では最大の団体である。それぞれ独立した月例会がある一方でさらに大きな組織に加わる月例会がある。友会と世界諮問委員会 FWCC は 様々な友会と団体を緩やかに結びつける国際組織である。FWCC は1937年の世界友会と会議、アメリカ合衆国ペンシルベニア州スウースモアで、世界の友と同士のさらなる理解を深めるべく、最大限諮問活動を、特に合同会議と、相互訪問の奨励と目的に向けて指導する、研究と活動の収集と配布により行うべく、 設置された。約70の年次会合と支部から任命された約175人が3年後期にトリーニアルズで相互の連携を深める目的で集まっている。FWCC は世界で最も多様性のあるトモカイトを目指している。様々な連合組織にワシントンに拠点を置くロビー活動団体トモカイト全国立法委員会 FCNL アメリカフレンズ法師団、アフスクのような法師団が数団体、クエーカー国連事務所、クエーカー平和と、社会福祉、友会と、ボーイ、ガール、スカウト委員会もある。1885年に、キリスト友会夫人外国連動協会から、最初の宣教師、ジョセフ・コサンドが派遣された。戦後の日本において、GHQ のボナフェラーズ順賞が熱心な、 クエーカー京都で日本でのクエーカーの布教活動に勢力を注いだ。また、神徒のエリザベスバイニングは後に天皇となる皇太子、人氏の家庭教師を務めた。日本では、キリスト友会に本年会が組織され、東京都、港区、新宿区、茨城県、水戸市、土浦市、下妻市、大阪府、高槻市の3都府県で、計6カ所の合会が組織されている。 また、系列の中学校、高校、広島学園中学校、高等学校や社会福祉施設、幼稚園などが設立されている。礼拝形式はプログラムされていないものであり、進学的には極めてリベラルで平和主義的である。聖書研究会や平和に関する学習会なども定期的に行っている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。 クリックしてください。